誠、なんとか8連勝できたぜ。お前とみんなのおかげだな。亮、何しにここへ来た？実は僕の知り合いがここに眠っていてね。知り合い？かつて肝臓移植のため3年入院していた女性がいた。彼女には男がいた。その男は死に物狂いで手術費を貯めた。だが順番が来た時になぜか彼女に移植予定だった臓器は他の人に与えられることになった。いや、横取りされた。そして彼女は死んだ。どう思う？何が言いたい？別に、僕の勝手な思い出話さ。ところで秋田に勝ったらしいね。ああ、これで全て終わりだ。ドラゴンヒートは誰の手にも渡らねえ。お前の予言は外れたぜ。霧は居場所を失う。俺の居場所はちゃんとある。それよりお前、鶴見の秘書と会ってるらしいな。鶴見と組んで一体何を？その前に言わせてくれないか。なんだ？予言の続きさ。君は結局居場所を失う。さらに君は殺人者になる。そして悪魔になるんだ。てめえ、まだそんなこと。龍翔さんが出てきたぜ。何？分かった、行きなよ。僕は逃げも隠れもしない。
やんのかおい。シンジ、劉翔が出てきたって。そりゃそうなんだけど。どうした？なんだ、ドラゴンヒートの入り口が封鎖されてる。劉翔、よく出てこられたな。所詮は任意、それに竹中のおっさんが掛け合ってくれたおかげで出てこられた。だが遅かった。遅かった？何言ってんだ。俺は秋田に勝ったんだぜ。発祥だ。みんなの力を合わせて発祥できたんだ。さあ早く二岡のところに行って、ドラゴンヒートは渡さねえってことをきっちりさせてこようぜ。実はな、ドラゴンヒートを明け渡すことにした。何言ってんだ。ようやく取り戻したんだぞ。うるせえ。気が変わったんだよ。な、何を。まあそこそこのいい値で売れたぜ。どういうことだよ。あら、その金持ってさっさと失せろ。おかしいぜ、なんかある。
龍社、ここで何やってんだ。なんだ、なんか言いたいことがあるのか。あるぜ、山ほどな。俺にはないな。ドラゴンヒートはどうなったんだ。ニオカだよ、奴に全部持っていかれた。何？俺が留守の間に事務所が荒らされて、実印も何もかも盗まれ、登記所のドラゴンヒートのビルの名義がニオカの名前に書き換わっていた。ご丁寧に俺との売買契約書も交わされていたぜ。どういうことだ。つまりだ、都による検査って形で俺の事務所にガサ入れが行われ、存在しないはずの地下施設ドラゴンヒートが発見された。と同時に不法建造物として都にその場で差し押さえられちまった。その時俺の事務所から必要なものを押収してニオカに渡す。ニオカはそれを使って俺と売買契約書を交わしたようにして、ドラゴンヒートをニオカの所有に変更。そして新しい所有者になったニオカはその場で都に明け渡す契約書にサインしたそうだ。じゃあ、あんたを急にパクったのは。このシナリオを完成させるまでの時間稼ぎだったってわけさ。でもニオカが一人でそんな絵を描いて実行できるなんて。できないだろうな。なんせ都の検査なんて奴が動かせるわけがない。しかし全ての作業が完璧なタイミングで行われていたということは、鶴見も絡んでるな。役人とヤクザを同時に使うなんて強引なことをしたもんだ。でもまあ、これでカムロ町ベガス計画の建設予定地も購入完了って段取りさ。鶴見は万々歳だな。あの野郎。達也。ん？もういいんだ。俺は親父の意志を継いでドラゴンヒートを運営してみたくなった。ここでは何かが起こる予感がしたからだ。親父がそこまで愛した場所には何かがあると思ったからな。でも確かにいろいろあったぜ。こんないいものがあるなんて思ってもいなかった。世間じゃガキの殴り合いとしか思わないだろうが、そんな簡単なもんじゃない。ここには夢があった。でもよ、それを俺が理解したことで親父も浮かばれたはずだ。それでいいんだ。もういいんだ達也。本当にいいのか。ああ、これが俺の運命だ。じゃああんたこれからどうすんだ。生まれて初めての一文なしだ。逆に少しは楽しんでみるさ。シンジやユータやタモツは。あいつらはまだ若い。たくましくやっていくさ。さっきやった当面の金もある。達也、よかったらちょっとだけ面倒見てやってくれ。自分でやれよ。俺にはもう何もない。してやれることも何もないよ。あいつらだって何かをあんたに求めちゃいねえよ。そんな関係じゃねえだろ。俺だってそう思ってるぜ。正直あんたの今後は気になる。うるせえ、変なプレッシャーかけんなよ。プレッシャー？たく、そんなことプレッシャーなんて言うなよ。とにかくよ、なんていうか、その地道にでも何でも今後ってやつを少しだけでも考えて。地道に？ヤクザに求める言葉かよ。じゃ、まあとりあえず俺は行くぜ。用があるんだ。どこへ行くんだ？出かける前に女たちに挨拶だ。そんなことやってる場合か。行かせねえよ。俺にとっちゃ大事なことでな。残りの話があるなら明日聞く。頼むぜ、一日くれよ。一日だな。分かった。勝手に消えたらただじゃおかねえからな。地道ね。とりあえずラストチャンスにかけるぜ。おら、飲め飲め、お祝いじゃ。なんかいいことあったの？ええこと？ええことなんてもんやないで。わしはこの町の王様になるんじゃ。すごい。ついでに2億のおまけ付きじゃ。まあ2億なんぞこれからの俺様にとっちゃはした金にしか。親父、ちょっとすんません。なんじゃ、ええとこで。なんやぞ。
龍将、こんなことしてタダで済むと思っとるんか。頭おかしゅうなったんか。いや、冷静だぜ。まあ、ちょっと荒っぽかったし、不義理な部分もちっとはあるかと思うがな。何がしたんや。何がしたいかって、鶴見に関する情報が欲しい。なんやと。鶴見があんたと繋がってるのは分かってるぜ、だろ。なんや。でもよ、あんたあんなのと繋がってろくなことにならないぞ。ま、クズ同士気が合うのかもしれないがな。何？そうやったらなんじゃ、大きなお世話じゃ。そうか、まあそう言うと思ったぜ。じゃあ、いい話を聞かせてやるよ。なんや、お前にはもうようあらへん。そのセリフはこれを見てから言うんだな。なんや、これは。今まであんたに多額のみかじめ料を取られたキャバクラや風俗店、その他いろんな店からの被害届だ。こんなもんがどうしたんや。こいつが出れば鶴見はお前を切り捨てて処分する。なんでや。ここに訴え出た連中はカムロ町全ての店の連中じゃない。だが共通点がある。何がじゃ。カムロ町浄化作戦で地上げに素直に応じた連中には優先的に地権者として高層マンションが与えられる約束を取り交わしてたらしいな。で、訴え出たこいつらは浄化作戦に応じず、その優先権をもらえなかった連中だ。しかもそれでも応じない連中に、あんたらはもっと高いみかじめを要求してたんだって。な、あんたに高いみかじめ料を取られ続け、その上店も立ち退きを迫られ、さらにアフターケアも差別されたとあっちゃ、そりゃ誰だって怒る。これは結構なスキャンダルだ。スキャンダルは世間が騒ぐ。鶴見はスキャンダルは好きじゃないよな。この時期は特に。そうだろ。は？まあそもそもヤクザと都知事がつながってるだけでも相当なスキャンダルだからな。なんでこいつらこんなもん急に。俺が一件一件かき集めて回ったんだ。なんやと。俺も最初はそんなこと無理かと思ってたけどよ。まああんたが日頃いじめすぎたからじゃないのか。それ以上に鶴見の勝手な考えでこの町を勝手に変えられるのが許せないと思ってるって怒りの表れかもな。一般市民を舐めるとおっかないぜ。わしにどないせ言うんじゃ。これを警察に出してお前に逮捕状を出されたくないなら道は一つ、鶴見と手を切れ。じゃかましいわ。殺すか。しゃあないやろ、こんなもん出されたら厄介でかなわんわ。でも俺を殺したらもっとヤバい形で世間に出ていくぜ。表見ろ。なんやこれは。俺が今死んだらこいつらこの被害届の原本持って警察とマスコミにばらまくぞ。いいのか、優勝さんに何かしやがったらただじゃおかねえぞ。だから言ったろ、一般市民を舐めるなって。さあ持ってるんだろ、渡してもらおうか。何を。とぼけんな。俺はあんたの性格をよく知ってる。鶴見みたいなヤバい相手と組む以上、あんたは自分の身を守るために何かしら相手の情報を握っているはずだ。そんなもんあらへん。そっか、じゃあ被害届を出すぜ。鶴見に消されろ。待て。どうした。わしは仮に消されんでも途上界波紋になるかも。だらしねえな。大丈夫だ、なんとかしてやる。どうやって。全部ぶちかまして鶴見を失脚させる。それに協力すれば本部で波紋の話が出ても掛け合ってやるぜ。そんなことほんまにできるんか。今のあんたはそれにかけるしかねえ状況だろ。どうするんだ。金庫の中や。はあ、地道ってのはめんどくせえな。でもま
ナイスアドバイスだったぜ、達也。おう、待ってたぜ。今度は急に電話よこしやがって。何してたんだ。言ったろ、女に挨拶してたんだ、地道にな。時間かかりすぎだぜ。まあ、モテる男の辛いところよ。人数が多くてな。で、とりあえずこれだ。リュウシャ、いいかな、達也。これを持ってろ。そして竹中に渡せ。これは鶴見の証し、全てだ。何？お前まで撃たれちまう。さあ、早くこれを持って逃げろ。でも、こら、何やってる。頼む、行ってくれ、頼む。リュウショウ、今はその証拠と信じたちのことを頼む。分かった。鶴見と仁岡の階段の盗撮。鶴見が雄太の親父さんも久保も殺す指示をしている。柱も絡んでるのか。亮、お前は。右京か。誰だ。都知事の秘書の佐伯だ。何、お前が。おい、鶴見を出せ。あいにく今は会議中でね。で、何が欲しい。何だと。君が茎から受け取って見てたものと、君が欲しいものを交換しようじゃないか。全てお見通しってわけか。ああ、いくらだ。じゃあ鶴見に伝えろ。ドラゴンヒートの権利書持って一人で来い。ドラゴンヒートの権利書？そんなものが欲しいのか、金じゃないのか。何を欲しがろうが俺の勝手だろうが、明日来い。あいにく明日はベガス計画の記者会見で忙しいんだがな。じゃあ同じ時刻に全部ぶちまけてやろうか。なかなか勇気があるな。では権利書と引き換えに君の持っているものを返していただけるのかね。ああ、いいかね、右京君。一度だけ忠告する。先生を止めたところで動き出した車輪は止まらない。君にはわからないかもしれないが、政治とはそういうものだ。あんな寂れた格闘場にこだわらず、お金だけ持って逃げたらどうだね。うるせえ。その寂れた格闘場こそお前らの計画の命綱なんだろうが。権利書と一緒に鶴見の直筆でドラゴンヒートの安全を保証する一筆を持ってこい。本人がな。では会見前の8時にミレニアムタワーの屋上でどうかね。いいぜ、絶対に来いよ。わかった。君もあまり物騒なものを持ち込まないようにな。では失礼。腐っちまったここをかつての姿に戻したかったんだよ。若い奴らがこのリングで己の力を試し男になっていった時代の姿にだ。お前まで撃たれちまう。さあ、早くこれを持って逃げろ。でも、こら、何やってる。頼む、行ってくれ、頼む。忘れられるかよ。取り戻してやるよ、お前の誇りを。達也さん。あ、俺たちも行くぜ。劉翔さんまでやられてこのまま黙ってられねえよ。誠の敵を討ちたいよ。お前らありがとうよ。おう、行こうぜ。何を。悪いな、止めても来るだろうからさ。ふざけんなよ。
いい蹴りだ。傷も完治だな。お前強くなるぜ。何が起こるかわからねえ。これ以上犠牲を増やしたくねえんだ。君は結局居場所を失う。さらに君は殺人者になる。そして悪魔になるんだ。俺が蹴りをつける。達也、